お、おいいね、最後の変身シーン何になるの。ほう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 、ん、大砲みたいな、あ、まなるほどね、いいね、最後の最後でこれは熱いじゃん。おお、兄上お願い目を覚まして、握る、これで決着をつけろ、いいね、あ、一発じゃないんだ連打なんだ、ちょっと待って、兄弟に連打は考えてなかった、一発かと思ったわ。オッケー、あ、メモ書いてある、じゃがいも、人参、玉ねぎ兄上ごめんなさい、こんなにボロボロに、思いっきりやりすぎちゃったかも。まあ俺は最後一発だと思ったけどね、三発だとは思わなかったわオリビアの方が上を行ったな、俺の予想の。折り紙キングのこと何でも分かるって言ったけど、最後の最後、やっぱ分かってなかったわ。兄弟に3発殴るとは、想像してなかった。オリビア。気持ちのこもったいいハンマーだった。おかげで目が覚めた。あ、改心したのか。元に戻そうぜ、みんな。私は折り紙としての誇りにこだわるあまり、心まで折れ曲がってしまっていたようだ。うまいこと言うね。なかなか、感心したわ、今、最後の最後で。これは？うん、それはおそらくあのキノピオが私に書いたメモだ。そんなお腹に書かれたのか。そりゃプライド折れるわな。見えないとこであってほしいよな、せめて。この愚かな私に似つかわしいどんなことが書いてある。最後にそれを読んで笑わせて。あ、何読んでなかったの？じゃがいも、人参、玉ねぎ？わかりました。かっこよくて心の優しい素敵な王様になりますようにと。もうこうなったらオリーがバカみたいじゃないか。オリーの本当、一人先走っちゃっただけだったんだな、オリーが。いや、なんか、こう見ると、ね、死んでった人たちもいるし、やっぱ、オリー、ちょっととんでもないこと、取り返しのつかないことしちゃったよね。これはメモなんかじゃないですわ。折り紙職人さんが兄上を折る紙に書いた心のこもったメッセージ。それも確かめずに、ここまで行動を移したのか。まずいね、オリー、なかなかちょっと。ふっ。ははは、素敵な王様か。職人さんはこの私を心を込めて一生懸命折ってくれたんだな。まあそりゃそうだな。そうなんだけど、そうか。ちょっとこうなると話変わってくるよな。おお、クッポ、いつの間に。そうとは知らず、私は取り返しのつかないひどいことをしてしまった。まあちゃんと反省できてんのか。罪のないピーチ姫やマリオくんまで巻き込んでしまい、申し訳なかった。もっと謝るやつとかいるぞ。田舎クリボーとか。誰も覚えてないけど。田舎クリボーに謝ろうぜ。オリビア、私の折った千羽、お前に託そう。あ、あと1話、オリーをじゃあ千羽鶴にしてさ、最後の1話にしてさ、世界を元通りにしてみたいな、そんな感じでどう。お前の手でこの私を千羽目の鶴に折り、千羽鶴を完成させてくれと。そう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 、それがいいよ。せめてもの償いだよな、これも。そして、ここ、優しい心を持つ折り紙の、お前の願いを叶えるんだ。それが私にできるせめてもの罪滅ぼしになるだろう。頼んだぞ、オリビア。お、おお、死んじゃったってことでいいのこれ。兄上まあ、こうなったらもう、その通りにするのがいいよな。供養になるよな。あ、いいね。ここの BGM も、タイトルとか、ね、キノピオタウンの曲なんだ。このフレーズ好きなんだよな。チャー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 っていうの。マリオさん、私、私。え？セイヤ？急にセイヤ出てきた。私や折り紙城を折った兄上ならできても私には難しすぎて、折り紙職人の出番じゃないか？ん？何？オリー？おおお前、あー、ちょっと待って、なんかいる俺のニック機敵がいる。兄さん、折り紙職人を連れてきたよ。何でもできるな、こいつ、ほんと。そっか、一人でこいつ折り紙職人の家まで行ってたもんな。船使わずに。そういえば。折った本人ならきっとオリーは説得できるはずって、あれ、あ、え、何？あ、そういうこと？もっと早めに連れてきたらよかったね、これ。お腹見せたら終わりだったのにね。この安らかな髪は、安らかな髪って初めて聞いたな。オリビア、ハンマーの折り方が役に立ったみたいだ。あ、ハンマーで引き伸ばしたみたいなことなのかな。
あ、これはもしかして禁断の折り紙千羽鶴。千羽鶴もそんなこと言われたのは初めてだと思うよ。禁断とか言われたの。折り紙職人さん、私に鶴の折り方を教えてください。兄上に託されたこの千羽鶴は、私の手で完成させたいんです。よし、わかった。今回の騒ぎも元はといえば、私が折った折りのしでかしたこと。命折りもこれで最後にしよう。それじゃオリビア頑張って折るんだよ。 S 級のね、要注意人物だからね、これ。ほほほほほ、あー、オリビア生存ルートじゃないかこれ。てっきり俺はオリビアがなるのかと思ったけど、いけそうだねこの感じだと。ルーシーやペンキーみたいな思いはしなくて大丈夫なのか。よくできたね。これで千羽鶴は完成だ。さあオリビア、君が叶えたいことをお願いして。私のお願いは、ん？ん？お願いします。うん、そうだよね。これでまず一通り世界が元に戻るってことだよね。来たね、オリビア生存ルートじゃん。マジで死ぬと思ってたわ。なんかもう出会った時から、あ、こいつ今回死ぬんだろうなみたいな思ってたけど、地下で出会った時からね、生き延びたじゃん。やるねオリビア。おお、懐かしい、ピーチ城。あ、待って。ちょ待って、勘違いしてる俺。オリーが折った折り紙って、オリービアもそうだったよね。あ、何言ってんだ俺は。あ、ちょっと待って。そっか。その願いの仕方は、うん、オリビアはどこ？マジか。やば、やば、結構涙出るね。ルーシーの時もね、ペンキーの時もそうだけど、結構こういう展開弱いんだよな。やべ、うまく実況できないな。ここで、あの大江戸劇場だみたいな話したいんだけど、そうか、お別れも言えてないんだよな。めちゃめちゃ喋りたいこといっぱいあるんだけど、急に喋れなくなっちゃうな。ごめん、実況はできないな。
ごめん、全然最後の最後で言葉が出せなかったわ。そうか、うん、これで終わりか、折り紙キング。うん、折り紙祭りも終わって家に帰るとこってことか。あー、はいはいはい、最初と逆なんだね。最初は右から来たもんね。ピーチにお手紙もらってめちゃめちゃ適当なやつ。こんな感じなのか。お別れの挨拶もできなかったよね。そういうことなの。ちょっと待って、なんかね、新エンディングってのがあるらしいからね、 100% にしたら見れるらしいんだけど、まあ、実はもうね、できることは全部やっといたんだよね、裏で。多分ね、残りはもうクリア後じゃないとどうしようもないやつなのかな。多分そうだと思うんだけど、多分これクリア、1回クリアすることによって 100% クリアっていうのがもう可能な直前までこのデータは育ててあって、もうすぐ新エンディング見るわ。いやー、申し訳ない、最後の最後普通に涙で実況できなかったな。うん、本当はここもめちゃめちゃ背景とかさ、写真でいろいろ喋りたいんだけど、なんか難しいな。ペンキーはさ、まだまだ帰ってくる余地があったというか、そう、まあ結局さ、ルーシーも生きてて、まあペンキーもおそらくあれ生きてるよね。でもオリビアはもう完全に帰ってこないもんな。ただまだ、そうだね、新エンディングがあるからさ、折り紙職人が新しく命折りするとか。でもそれは俺が一緒にね、旅してきたオリビアじゃないわけだし。あー、あ、この曲あれなんだ、イベント戦の曲なんだ、いいね、エンディングは。あ、あ、喜怒哀楽か、あれ緑キノピオ。わあ、エンディングもっとちゃんと語りたかったな。ちょっと待って、これね、折り紙キングめちゃめちゃ良かった、最高のゲームだったね。ちょっと生放送でさ、今までのパートを振り返るみたいなやろっかな、これを投稿した後にね。予約枠取って、あ、文房軍団ね、文房軍団だけ救いがなかったな。そう思うと全員爆発して死んでったもんな。いやー、インテリジェントシステムズさん、ありがとうございます。めちゃめちゃいいゲームだった。ん、待って、新エンディング絶対見る、もう絶対に見るわこれ。ん、セーブ、これどうなるんだろう、またラスボスからみたいな感じかな。あ、俺毎回ペーパーマリオの最後で泣いてんだよな。スーパーシールの最後でも泣いたし、カラースプラッシュの最後でも泣いたし、今も当然もうね、泣いちゃったから。あ、なんだなんだ、トロフィー来てるか。これ先に行ったら
あ、違うな。この先に行ったらクッパがいるのか。あ、ラスボスに戻るんだ、直前に。なるほどね。これ行ったら、もうラスボス戦だよね。ちょっと待って、街がどうなったのかちゃんと見に行くわ。あ、トロフィーがどんどんと集まる。やっぱクリアしたらよかったんだな。あ、ギャラリーのエリアが増えました。あ、そうなんだ。まだ足りなかったんだ、エリアが。なるほどね。怒涛のアナウンスが鳴るわ。すべてが揃ってきている、俺の手の元に。